山岡亭ファミリーレジデンスにてマイケル兄さんでやっていきます。で、最近ねちょっとねマイケル気に入り始めてちょこちょこと触り始めていますが、ちょっと待って、オッケーオッケー、ちょっとマイクポジションがなんか変やった、うん、そうね、ですね、今日の、コパークはですね、あれです、腹痛音量カニバルじゃない腹痛音量といえばカニバルみたいになって思って言うてもうたけど、腹痛音量マイケルです。はい、板をしっかりと倒させて、んで、なんだ、音量の怒りが溜まったら、板食らった瞬間に板が壊れるので、で、腹痛で板スタンの時間も低減して、レベ3の状態でサバイバーをびっくりさせて狩ると。まあ、そんな感じの。パーク構成になっています。で、あとは不協和音を気に入ってしまったので、ちょっとこれでしっかりサバイバー索敵していきたい、うん、で、あとは破滅ですね。まあこれはマイケル特に破滅必須でしょって感じなんですよ。そして2人いるのが分かったので、あれは吸いに行きましょう。これが便利よね。初動で2人おるところに行けるっていうのがマイケル的にはめっちゃいいから、やっぱちょっと俺不協和音は相当いいと思うわ、マイケル的に。でもこれバレたかな、あ、向こう側か、つらいこれはつらい、しゃあないな。うん、すまして、あー無理か。ちょっと軽く追いかけて、お、いたぐる、お、これワンチャン待ってくれへんかな、倒してくれへんかな、うえ、おー、やだ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 、オッケーオッケーオッケー、いいね。なるほど、あ、そうそう、ライト守ってんな。うん、どうしよっかな、この人吸いながら、まあ遠く離れたら別のとこ行くか、結局だけ蹴っとこうか、よいしょ、不協和音かな、来てるね、あそこ行くか。あ、でもミンも向こうに逃げてるし、ちょうど追っかける雰囲気出しながらかな、いや普通にここ行こう。お、あれ今のはルインチェックスキルテック失敗ね、普通に吸えるか、いいね、しっかり吸っていこう、いいね。そうそう、こういうのできるようになるとね。あ、動いたね、とうとう気づいたわ。え、でモレルがいる、なるほどよ、うん、で小屋か、吸わせてもらおう、とりあえずな、よし、いや、ここよ、オッケー、いった、倒してくる、いいね、小屋いった、ここで消費、いいよいいよ、姉さん、ライトもう一人おったんか、なるほど、俺ライト持ち一人やと思ってたわ。前か、ちょっとこれ試させてもろって、そいで、うんうん、いいね、寸止めできたね。前は不協和音の方行こっか、二人おるからワンチャン二人っていうのも無理かな、両方おらんわなんだよ、二人で触った瞬間、これ不協和音バレたか今の、二人で触った瞬間離れていったな、多分これほとんど治ってないから、ああなんだなんだ、なんかバレてる気すんな、ああ不協和音をわざとやっておびき寄せられた感まである、戻ります、はい、よいしょ、お、痛なくなったんでかいね。で今音量決まってるから、決まってるから、溜まってるから、いた、こっちだ、こっちか、ここほんま分かれへんねんな、見よった、うん、よし、 OK、 これ決めたい、よし、はい、ためて、あれ、あー、そっか、だよね、これもう密着してるとたまれへんねよな、そうやねや、完全密着あかんねやった、この辺がねまだ慣れないゆえんなんですけど、なんかカサって言わんかった今、おるね、うん、やべ、これ漏れるちゃうか、全然見えへんねんけど、いた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 、お、なんだマジでさ、やめてくれほんま、あー、そっち行って行って、分かれへんくなるからさ、オッケーオッケー、お、離れていく、いたけえへんかな、いた、いたんとこ来て、いたいた、オッケー、レベル3になるわ、オッケー、そして突っ込む、イエーイイエーイ、君を追いかけてよかった、よしよしま、お、そうかそうかね、オッケーオッケー、まあまあ一応岩の方向けてたから大丈夫、ライト結構狙ってくるし、うん、
まあ、結構不協和音見つけたところにどんどん移動していって、最初邪魔しながら動けたの。やった、ラッキー。発電機あんま回ってないね。いいね、うん、よしよし。あ、とうとう治り始める。まあしゃあない、いや全然急大点やわ。オッケー、なるほど、はいはいよし、じゃあいいね。でも体も治さず発電機を回さず、そんな状態なんなら全然いい。お、いった、倒して、オッケー、貯めていこう。いいね。さてどうやろう、これちょっと貯めさせてもろって、うん、あ、そっか、あの人もうほとんど溜まらんのか。救助来るか、来てた、マジか。あ、ナイスボールタイム。うーん、どうすんべ。こっちの貯めさせてもらいつつ、いいねー、よしよし、貯めさせてもらいつつ、もう一回見に行くかな。せっかくボールを食らわしたし、どっち行ったかわかんねえや。今日はオンか、行くか。おいと、なるほど、やったぜ、音量出せ、いけるわこれ。うえい勝った、いいね。この人も2回目、おい、旋回いい、うん、よし、これだけ蹴っとくか。おっしゃ、どこ行った、しっかりね、これね、ある程度しっかり離れた見とかんとすぐ戻ってきて止められるし、ちょっとだけ見るようにしてますと。よし、いいんじゃない、この人2回目この人ね、ライトマン。あ、でもこの人一番発電機回してないから、ほっとっていいっちゃほっとっていいのよな、一番、うん、いいね。あ、でも一人減らさんことには。 OK、 試させてくれた、スプバか、なるほど。あとちょっと、あ、救わない、なるほど、救うならもう、お、なるほど、じゃあジェイク行くか。よーし、お、なんだ今、なんか来てたね、ほい、オッケー、もう一人いるが、こういうところはしっかり釣っとこう。ライト来るね無理やぞ無理無理、いいぞその感じ、あ、積極的にやられに来てくれてるこれはでかい。やる、追いましょう。おーおー、それは大きなミスじゃないか。ただちょっと DS 怖いのでほっといて、もう少しでしょ、まだ30秒ぐらいあるかな、わからん、わからんけど、ちょっともうちょっと、まだ DS 切れてないの、さすがにね。よし、これいけんちゃう、いいね、入れ食い、よしよし、じゃこれもう大量の L さん、大量ですよこれは、でかいでかい、うん、釣っていこう、しっかり、よいしょ、おいで、おいでやね、救うよな、そら救うよな。よし、とりあえず一発切って、起こせない、今起こそうとしてたよね、どうすっかな。あ、いや待って、これね、試させてもらおう。あ、実はね、今日デイリーなんですよ、まあいける、なので、まあ今のはほんまはちょっと普通に襲うべきやと思うねんけど、ちょっと結構余裕出たから、うん、ここはで、この人もうディースな人、さすがにここでこの人3やって3人にすればある程度余裕が出るので、ちょっとデイリーやらせてもらおう、デイリー山崎で。ああ、何言っているオッケー、じゃあ回復もしてるしね、ここはちょっとエルさん決めていきたい、それでデイリーもこなしつつっていう感じでやっていきたい、うん、結構腹痛音量がバッチリ決まってて気持ちいいなびっくりしたでしょって感じいいよなこれ。そして腹痛音量浴びせたモレルもお亡くなりになったので、うん、何これまだ新しいけど、これ右に向かっただけ、そうやんな、あ、そうか、そうなんやな、治っていく、いいね、よし、これどうしよう、まあまあみんちゃん行くか、すい、やった、下がってくれた、出はないんかなこの人、ていうかなんか出はない人ばっかり、もしかして、んーで、ライトマンもいない、あ、ライトマンこのミンちゃんやっけと、最初に死んだモレルか、
であれば全然いいじゃん。よし、このまたね見つけてこの音量でバコーン決めたいな。ゲットこう。よし、音量マイケル決めたいわ。あれ気持ちいいわ、バコーンのバコーンね。お、救っていく。これなら、お、どこ行った？いた？ん？ん？嘘。え、アイアンウィルか。嘘ん。あ、向こう行ってる。マジ？え？こっちか。え、わかんね。あ、いた。あー。はい、これで音量よし。じゃあちょっと不屈音量ハニーじゃない、マイケルをお見舞いしたいので、離れてないねこれ。オッケー、よっしゃ、ここでレベさんだろう。ういー、はい。楽しい。しかも出入り終わりましたので、オッケーオッケー、いいね。おい、ちょっと同じ感じの、ちょっと服違うけど雰囲気の違うミンちゃんが2人おるわけか。でこっちがライトもないね、ライトガールやね。いやー、でももういた少なくなってきたかな。山岡って隠密きついけどさ、チェイスポイントとしてはそんなに強くないんだよね。だからいたの数もそこまでむっちゃ多いわけじゃないから、うん、山岡ってはね、まあもうこの辺とか言うほどいたないから厳しいやろな。お、やってる。なるほど、これは襲いたいな。なるほど、ん、あ、いた、アイアンウィル偉大。アイアンウィルがあれば多分俺見つけられてなかった今の。声で分かったしね、やっぱアイウィル強いわね。よし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 、さあ救うか、し、行ってくれ行ってくれ。あ、いかない。作っていく、しゃあないね。まあ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 、ここもだいぶ治りそうやな。なんだかんだでやっぱ、うん、サクサクと釣れないとこんな感じで、うん、やってるとなんだかんだで治っていくな、うん、破滅ないとやっぱしっかりと邪魔しながら行かないとあかんな。よっしゃー、道行こう。攻めに行くか、こっちの方が追いやすい。お、しなやか、なるほど、だからではなかったんか。オッケー、決めていこう。ほいほい、はいはい、ここいた、ふっ、オッケー。いいね。しっかり隠し決まっていった、予測打ち、いいじゃない。さて、あと DS 怖いのでちょっと索敵するが、うん、見つからなさそうならもういいわ。マジ？直すんやそこ、まあ、そこ直っていいとこやけどね、発電機固まってないとこやから。直すか。いやでもな、ここな、意外とそう分かれへんねよな、行ったところで。そう、山岡店の中って結構隠密されやすいよな。いやー難しい。おらんか。前は釣りましょう。結構やっぱね、ラストの探索難しいわ、ね、しかもアイアンウィルつけてるとはいえ怪我してたのにね、サバイバー。うまいこと隠れられたな、うん、やっぱ山岡というのは隠密に限る、うん、隠密されたらマジできつい、うん、チェイス入れば結構ね、あの窓が強いポジションってそんなになかったから、今回のマイケルにはうってつけの場所だったかもしれないですね。あ、出られた。お疲れちゃん。はい。というわけで、不屈音量カニバルで、かなり刺さったんじゃないでしょうかね。最初、不屈音量カニバルでテンポ取れたから、お、マジか、赤隊の人らやったんやね。なるほど。あ、これは勝てた。よかったんじゃないですか。というわけで、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、コメント残していってやってください。バイバイ。